第4章「中世社会の成立」1「院政と平氏の台頭」2え今回は院政の話です。院政っていつっていうと1086年でえ白河天皇が堀川天皇に上位したところご三条天皇の子供が白河ですえ。ここからスタートですね。ご三条天皇について少しだけ復習をするとご三条天皇のところで久しぶりに 藤原氏と外籍関係を持たない天皇が出てきてえ天皇が中心になって政治をやっていきますと藤原氏にこう忖度することなく顔色を伺うことなくやりたいようにやりますねって言っていろんな改革をやっていったえその一つが千字マスの導入であったり円球の荘園生リレーであったよとそして、えー、自分の子供に上位して 子供が白河天皇ですけれども、えー、上位して、えー、陰性をやろうとそういうふうに画策していたが病気のために早く亡くなってしまったので後、えー、三条天皇が上皇となって陰性を行うっていうのはなかった。始まるのはこの白河天皇が、えー、自分の子供の堀川天皇に上位して自分が上皇になってやっと始まる。 それが1086年のことです。ここから院政のスタートです。自分はこの後上皇になってそして法皇になる。さらにこれ堀川天皇が若くして亡くなってしまうよね。8歳で天皇になって若くして亡くなってしまうと、えー、その孫白河天皇の孫にあたる鳥羽、えー、天皇に天皇位を。 そして、えー、自分は法王として、えー、権力を握っていく。政治を思うがままに動かしていくっていうのが、えー、この後の流れですね。さらに、どこまでかっていうと、ひ、えー、孫のところまで力を行使します。鳥、え、羽、ー、天皇に、じゃああなたも上皇になって、えー、ストック天皇に上位しなさいよって言って、えー、自分の子供堀川、そしてその子供の鳥羽、えー、そしてその子供ストック、ここまで 力を握り続けたこれが白白白天皇白川上皇上法皇ですねちなみに院政の気構図を少しだけ解説しておくと院政、えー、の中枢期間になるのが院長院の長です。そしてこの院の長、まあ、役所みたいなイメージですよね。院の長で働いてる人のことを院士って言いますね。 陰のつかさと書いて陰し、陰で働いている役人みたいなイメージですねそしてこの陰の長から出される命令文のことを陰の長下し文って言いますここから出される命令文のことを陰の長下し文それから似た言葉に陰前っていうのもあるよね陰前。 これはどっちかっていうと院から直接出てきた命令みたいな感じだね院がまあ上皇が、えー、直接命令するでこれは天皇が出す召職とか戦時とか天皇の命令よりもえ強い権限を持ってたねえつまり天皇と上皇やったら上皇の方が強いって上皇はそりゃそうよね天皇の OB やから天皇のお父ちゃんやったりおじいちゃんやったりするからね だからやっぱり力を強いねで、えー、そしてその力が強い理由っていうのは法律とか今までの慣例にしきたりにこだわらない従わないで自分がやりたいように先生をやっていくみたいなところでもうなんていうんだろうねあの好き放題できるよね彼らは。あ本当に好き放題やっていくっていうのがこの後ですね。はい、えー、ちなみにこののの長、えー院の ボディーガードというかか警備員が置かれてましたねえその警備員のことをえ白河上皇の時に置かれたのを北面の武士って言いますはい武士が置かれるんですねボディーガードとしてでこのボディーガード警備員は誰でもいいわけじゃないね武士やったら誰でもいいのか違うとやっぱりこの上皇とか院の周りを警備する人たちなのであ、ま、それなりの身分というかそれなりの あ武士でああるる必要があるそれなりの武士ってどういうことっていうと決闘、えー、やったりするわけよね、うん、それがまあ兵士とか源氏とかねその辺の不良みたいなごろつきを警備員にするわけすることはできないうんやっぱりそれなりのっていうところは求められて兵士とか源氏とかがこの北面の武士に投与される一人だけ例を挙げておくと平の正盛ここから兵士が成り上がっていきますね 平の正盛の子供が忠盛そしてその子供が清盛ですどん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 駆け上がっていきますねはい、えー、少し脱線しましたけれど元に戻します、えー、この、まあ、白河上皇法皇陰性が始まって、えー、彼らは、まあ、好き放題やっていくんだけれどもまあ熱く信仰してた仏教っていうのにもこう力を入れていく、まあ、寺を作ったりするわけですね例えば白河天皇の時に作られたお寺 詩寺。それから堀川天皇、えー、ここでは、えー、孫詩寺。それから鳥羽ここの鳥羽天皇のところで作られたのが西詩寺。わかりますよねこれ「詩」「勝」っていう字が全部入ってるわけですねそれから、えー、あと3つ「えー、勝」っていう 文字が入っっったたお寺を合わせてて全部で六寺って言ったりしますね仏教は厚く、えー、敬った。でなんで仏教は厚く言ったかっていうと「えー、末法思想の世であるから」とかまあいろいろ理由がありますね。このあと、えー、仏教勢力に対して、えー、弾圧を行っていく場面もあるよね。それは僧兵が暴れた時に僧兵が豪訴してきた時にそこに対して鎮圧を武士を用いて鎮圧をする。 でそれに対してなんか「ごめんね」みたいな意味合いも含まれてるとえそんな風にもされますけれども、えー、お寺を建てたり、まあ、仏教を熱く重んじたえそして荒野詣とかえ熊野詣とかで盛大な法へって言って、まあ、あの仏教に関するこう祭りみたいなものをやったり、うん、していきますね続けて彼らがどこからお金を得てたのかどこから収益を得てたのかっていうお話です えー、寺を作ったとかって言って寺を作るにもお金がかかるわけですよね。で各天皇ごとに寺を作ってたりしてでまあ結構豪勢なお寺を建てたりするわけでしょ天皇ともなればじゃあ彼らはそんなお金をどこから得てたのか収益はどこからですかっていうお話です。えー、イメージしやすいのが情報ですよね情報情報っていうのは言うたら賄賂みたいなもの賄賂をもらってた。 なぜなら、えー、賄賂を渡してくる人に役職を与えるから。賄賂を送る人はどんな人かっていうと、えー、役職が欲しい。例えば国司の役職が欲しい。私を国司にしてくださいよ、上皇さんって。そう言ってくる彼らは、えー、これでお寺建ててくださいよとかって言ってお金を送ってきたり、えー、寺を建ててくれたりするわけよね。えー、こういう賄賂があって、えー、上皇、委、えー、っていうのは、 経済的にに豊かになっていくっていうのがまあ一つでそれから今書いてるこれ地業国それからえ院の分国それから荘園この辺りを持ってるからそこから収益上がってきますよっていうイメージです地業国の制度からいきましょうかこの時地業国制度っていうのが導入されましたこれが何かっていうと、えー、そもそも地そ業権っていうのがあって 印が事業権を与えるんだけどえ一国の支配権みたいなイメージですね支配権じゃあ A さんあなたを事業国主に任命しますどこどこの国の支配権を与えますそしてあなたはその国の国主を任命したらよろしいとえそしてえその国主があなたのもとに、えー 国から集めた税を納税してくるでしょうってで、そのうちのいくらかを自分の手元に置いてえそして国家に納税すればいいんですよとつまりその国の支配権をもらってその国から収益を得る国資を使ってみたいなイメージだねだからだ業国だに任命されたら自分で好きな国かを任命してまらだから近親者であったり、らだからだくらだか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 ら そして彼らがええー、開発漁とかこの時名主って呼ばれるようになってくるその土地の有力者から税を集めるそしてそれを地方国主に「はいどうぞ」って渡してくるののうち国家に納める分と自分のポケットに入れる分ととかって言ってやっていくよねで鋭い人はこう言うよねなんでわざわざ地方国主なんて委員がそもそも直接 A さんに「じゃああなた国主ね」ってそう言えばいいんじゃないって。 わわざわざなんで一回治療国国って噛むんて。むんこれは2つ理由があって1つは国司になれないとても高い身分の人がいるって。でその人は国司になれないから地業国主っていうポジションを作り出してで地業国主が国司を任命するみたいなひ、えー、と一手間加えようみたいな、うん、仕組みを変えようみたいなところが1つ。 それから、治療国主は国主とは違って、何カ国もこう兼任することができるというか、治療国をいくつも持つことができるよね。A さんは A, A 国の国心しかなれない。B さんも B 国の国心しかなれない。でも、C さんは A 国も B 国も治療国として持つことができるみたいなイメージです。こうやって、いくつかの国を兼任することができるっていうところで、 業国主に任命された人っていうのは国主とはまあ比にならないぐらいの収益を上げることができますよね。ははい兵士はこのあと全国の半分ぐらいの治業国を持ったりするわけよねめちゃめちゃでかい強い。はい話戻ります、えー、続いて陰の分国です。えー、陰が強かった理由はこれ陰の分国って言って陰が所有する治業国を持ってた。 っていうところ院が任命して誰かに地行国主にするじゃなくて院が所有する治療国を持ってたそれから荘園ここはもう分かりやすいですよねえー、いくつかの荘園領主になってだから領家とか本家になって本家であることが多いんですかね、えー、になってその土地からの収益を得るっていうのがここですまあそりゃそうですよね院のもとにいっぱい荘園集まってくるからそのうち有名なものとして 鳥羽法皇のもとに集まってきていた荘園を、えー、公女八丈院に与えたとされる八丈院寮それから後白河法皇のもとに集まってきてて、えー、これを長公堂に寄進したとして、えー、長公堂寮っていって大きな荘、えー、園です。 はい、えこういったところでえ経済的に、まあ、収益を得ていたということですえざーっと院政についてのこう構成みたいなものはここまでですね、はい、続いてここからは大寺院との関係性です先ほど院はお寺とか仏教勢力を保護してきたっていうふうな話をしたとでその保護によってとてもこう寺社が 大ききくなってきた、ね、で大臣が多くの荘園を保有するようになってくるとで荘園は経済的な基盤になって、えー、大臣はとてもお金持ちになってで勢力も上げてきたみたいなイメージですねすると彼らはこう保護してもらってることをいいことに上皇まあ院に対してあれもしてよこれもしてよっていっていろんな要求をしてくるよね。で公然と国家に対抗する姿勢を示してきたりすると。 で対抗する際には、えー、総兵って言ってお坊さんの兵隊武士のようなお坊さんを使って、えー、武力を用いながら抵抗してくるみたいなイメージですね。院や朝廷に対してそんなことをしてくると。でこれに対して、えー、朝廷院が何かできるかっていうともう怖いんよね。 大寺院が、えー、例えば有名なお寺で行くとなんとと北麗なんとっていうのが南の都って書いてありますけれども奈良の興福寺ですそれから北麗っていうのが延暦寺ですえ彼らが要求をしてくる興福寺っていうのはえー、と藤原氏の 宇治寺ですね。延暦、まあ、寺は比叡山の、あのー、山奥にあるお寺ですよねえ彼らが例えば興福寺であると春日神社の神木とか延暦、えー、寺であるとえ日吉神社比叡神社の神王を、えー、前面に持ってきて、えー、院朝廷に対して、えー、ああしてくださいこうしてくださいみたいな要求をするわけよ例えばどんな要求かっていうと院や朝廷がやってた荘園整理ね 荘園を整理するって言った時に、ご、えー、三上、それこそご三条天皇ですよね。えー、彼が大江のもささなんかを使いながら、えー、記録荘園県警所中央において、えー、どん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 荘園を、それ荘園ですか審査しますねみたいなことをガンガンやっていくと。で、岩清水八幡宮の荘園が34箇所から13箇所、えー、とかって言ってがっつり減ったように、えー、どん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 審査をしていくよね。 あ34箇所から10巻3箇所減って21箇所ですね。うん、とかって言ってなっていくと。で、えー、その際に多く荘園を持ってる幸福寺や円楽寺はやめてほしいわけですよね。そんなんやめてやって要求をする。でその際に僧兵を使いながら、えー、強く訴える。ゴーソって言いますで、えー、そんなんダメやからちゃんとやりますからとかって言うと。 えー、いやいや、そんなん言うけど、我,我々の言うこと聞かなくて大丈夫とか言うよね。お寺の言うことを聞かないと、えー、神罰が当たりますよ、とかって言って。もうそんなん言われたら怖いわけですよ。何もできないわけですよ。じゃあ彼らは何をするかっていうと、どうしようもないから、じゃあ警備員のあなた、あのゴーストを押さえつけてよって。 院や朝廷は仏教を厚く信奉してる。だから仏教勢力からの要求に対して強くいけない。いやいや、そんなん知らんがなって。仏教の要求お寺の要求そんなん関係ないから。うるさいわって言って弓を引ける人たちに警備を任せた。それが武士であると。仏教なんて知らんがなって言える、そんな武士たちに、これが北面の武士たちですよね。院の周りを警備してるガードマン。彼らに、この、 僧兵が暴れるのを抑え込ませた。っていうイメージですね。だからこっからっていうのは法によらず話し合いとかじゃなくて実力で争う。そんな社会になっていきますよって。殺し合いがどん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 起こっていくっていうそんな世の中になっていきますっていう陰性期の特色です。はい。えー以上です。今回は陰性が始まったところのお話をしました。お疲れ様でした。